になりました。自分は今度選ばれて特別攻撃隊の一員となり、いよいよ春の戦場へと向かうこととなりました。父上、母上、自分はやります。必ずやってみせます。一番でかいのをやっつけてカッと言わせてみせます。その時にはどうかよくやったと褒めてください。人の身の上に起こることは我が身にも起こりうること。よその国に吹き荒れる嵐はこの国にも吹き荒れるかもしれないもの。けれど想像力はちっぽけなので、なかなか遠くまで羽ばたいてはゆけない。みんなとは違う考え方を持っている。ただそれだけのことで拘束され、誰にも知られず誰にも見えないところで問答無用に倒されてゆくのはどんな思いだろう。もしも私がそんな目に遭った時、恐ろしい暗黒と絶望の中でどこか遠くにかすかに瞬く灯火が見えたら、それが少しずつ近づいてくるように見えたら、どんなに嬉しく見つめるだろう。たとえそれが小さな小さな灯火であっても、余震場目をつむった後であっても。私は1959年7月10日に生まれた。私は神様が間違って男の子として生まれた。けれど男の子の誕生を家族親戚は喜んだ。そしておじいちゃんは私を正幸と名付けた。私はいつも近所の女の子とお母さんごっこをしたり、かくれんぼをしたりして遊んでいた。着るものの多くは近所の女の子のお下がりだったが、私は自分のことを女の子だと信じていたので、女物を着ることが当然だと思っていたし嬉しかった。ただ母は女の子のお下がりとはいえスカートを履かせることはなかったという。しかし私は母にスカートを履きたいとダダをこね、母や保育士さんを困らせたという。ある日私は水遊びをして遊んだ。私は他の女の子にはないおちんちんが自分にはあることが分かった。私にはどうしておちんちんがあるのと母に聞いた。母は大きくなるとなくなるのよと答えた。こんなことで母を恨んだりしないが、私は母の答えをずっと信じ続けていた。
を着て学校に通っていたが、男女だと言われいじめを受けた。だって私は女の子だもんと思いながらも言い返せなかった。トイレや身体測定などが男女別々になり、私だって女の子なのにと思いながらも、女の子の列に入れない自分に悲しくなってしまう。高学年になってもいじめは続いた。無視、悪口、物隠しをされつらかった。私は担任の先生や強い女の子に助けを求めたが、そのことがいじめを加速させ、ますます男の子からのいじめが多くなった。修学旅行、遠足、音楽会などいろいろな行事があったが、楽しい思い出は何一つ残っていない。中学生の頃、貧しい中、両親がお金を工面して買ってくれた男子の学生服や体操着を着るのが嫌だった。同じ小学校から入学した生徒も多く、1学期も終わらないうちに私はクラスのほとんどの人からいじめの的になってしまった。2年生の時、女の子っぽい仕草の私に、おい、女子の制服着ろよとブラウスとスカートを渡された。いやと言うと、何度も何度も男子からお尻を叩かれた。叩かれるのが嫌で、着るからもう叩かないでと言って仕方なく着ると、隣のクラスまで連れて行かれて見せしめにされた。私は女の子だけど、いじめで女子の制服を着せられることは嫌で悔しかった。体操着の時もあったし、こんないじめをしばしば受けた。一番辛かったのは、誰も語りかけてはくれなかったこと。いつも一人ぼっちという寂しさは、暴力を受けるより辛かった。その何日か後、私そんなに強くないよ、本当の女の子だったらいじめられないのにと左手首にカミソリを当てた。脈を外してしまい、死ぬことができなかったが、血はたくさん出た。あまりの痛さに自分で治療をしたのだが、私は死ぬこともできない、情けない人間だわと自分のことを徹底的に責めるようになった。小学校以上に楽しい思い出は何一つ残っていない。いじめ抜かれた中学生時代だった。しかし、どんなにいじめられても、それでも私は学校に通い、希望する学校に進学した。高校生の頃、私は私をいじめた生徒たちが行かない隣の市の高校に進学した。制服もなかった。フォークソングが最も流行した時代だったので、長髪で女の子っぽい服装で通学しても変に思われず、先生から叱られることもなく、性別を意識しないで高校生活を送ることができた。この高校時代、自分の一生に関わる大きな出来事が2つあった。1つは、生涯の友となる女子と知り合えたこと。彼女は私のことを女子として認めてくれた。彼女には勉強のこと、個人的なこと、何でも相談できた。私が性同一性障害の治療をしたいと言うと、ずっと応援しているからねと心から理解してくれたのだ。世界中で一人でもいればそれでいい。優しさ裏切り、体ごと受け止めてくれる人は一人いれば生きていける。そんな一人が彼女だった。そんな一人に私もなりたいと思った。あなたがいるね。あなたに会える。
高校生時代、自分の一生に関わる大きな出来事の二つ目は、野球部の男子を好きになったこと。春菜は初めて恋をしました。野球部の男子を真剣に好きになり、私はやっぱり女の子なんだわと、体と心の性の不一致を恨み、好きと告白できない切なさに胸を痛めた。けれど恋が叶わなくたって、彼と出会えたことで恋する気持ちを知った。その気持ちは次に恋する時まで大切にここにしまっておこうと、一人強がった。知りました。社会人になって会社には男の姿で行った。アパートでは常に女の子の姿で過ごした。また外出は中性的な女物を着用して出かけた。これが本来の私なのよと、嬉しくて楽しかったが、同時になぜ心は女の子なのに体が男の子なのと、性別に対する強烈な違和感に耐えられなくなっていった。2007年、父が肝不全で他界、75歳の若い医師だった。父の息子として生まれてきた私が父の娘として送ってあげたかったが、叶わなかった。父の死から数年後、私は性同一性障害の治療を開始することを決断。カミングアウトの方法を考えた。何も言わず変質者だと思われて生きていくくらいなら、
恥ずかしい思いをしても私は性同一性障害の当事者なのよと告知した方がいい。そして2011年母に話した。母はとても驚いた様子だったが、私から半世紀を超える苦悩を説明すると、女になっても自分の子供であることに変わりはない、母娘二人でこれからも今まで以上に仲良く過ごしていきましょうと涙を流して理解してくれた。その後性別適合手術を受けることが決まった。私は母に報告し、お墓に行き父にも報告した。父ちゃん怒っているかしらねと私が言うと、ううん、優しいいい娘になるんだぞって笑っていたよと母が言う。多分生まれて初めてだと思うけど、母の胸に顔をうずめて思い切り泣いた。18日、手術はうまくいき、裁判所から性別の変更を認めるとの審判結果を受領した。私はやっと女の子に戻れたのだ。
すぐに会社に報告し、女子社員春菜が誕生した。春菜は今役場の受付で接客業務をしている。受付は春菜が憧れていた仕事で生きがいだ。50歳を過ぎてからやっとつかめた自分らしさ。母と2人、毎日を大切に生きていこうと思う。なぜなら明日はきっと晴れるから。丈夫な体を持ち、欲はなく決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし分かり、そして忘れず、野原の松の林の陰の小さなかやぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなに「デクノボ!」と呼ばれながら、褒められもせず苦にもされず、そういうものに私はなりたい。
ました、南箕輪村出身高校3年生の赤堀あずみでした。ありがとうございました。